Hey guys! モンスターション TV! 始まりました、モンスターション TV! 元気があれば何でもできる、元気があればウルージになれる、そんなあれだわ、インガザルスでいきましょう。今回でございますけども、もし、トキ様が生きていた場合、シャンクスが時々の実を食べてる説、崩れなくないウォーウォー、崩れなくないなくないなくなくないなくなくないウォーウォー、おかしくなった。はということで、崩れるんじゃねって話。はい、ちょっと自分でね、とにかくウォーウォーが言いたい気持ちになっちゃって、言おうと思ったらおかしくなった。シャンクス、時々食ってんじゃねえのっていうね、もうこれはなんか、ある意味、永遠の夢みたいなところだよね。時々食ってたらかっこいいじゃん。それこそ頂上戦争に行った流れとかさ、これ時々じゃないのみたいなさ、思ったりするわけで、ルフィ君を助けに行った時も、一瞬で行ってるから、それでもしかしてみたいなさ、一瞬でコビー君の前に、ボーンって言ってさ、刀、バーンやって、腕止めたやん、赤い布の、うらーってやつをね、で、勢い余って、コビー君の首飛んでいったけどさ、この戦争、終わらせてみた、いろいろと、みたいな。飛んでねえか。っていうことでね、時々これ食ってるんじゃねえのかっていう話なんだけども、もしもでも時様生きてたら時々もクソもねえじゃんって話。どうする？どうやって移動してきたのみたいな。で、俺、時々の話もしてるんですよ。時々で、まあ移動してんじゃねえみたいな一つの可能性としてね。でももう一個俺は話をしているんだけども、まあ今回そこに繋がるところね。だからもしね、時様が生きてた場合、その時々が、まあ早い話崩れるんですよ。で、生きてる可能性あるんですよ。もしもあの、おでんさんが本物だったらね。で、時様のその遺体っていうのは、映されてないんで、これでダブルで生きてたら、まあ、胸熱。ほんと胸熱。桃之助くんだってもう親がいなくなっちゃうからね。だからそれが実は生きたっていう風になって戻ってきたら、もう感動じゃん。で、飛んでるわけだから、時差ないからね。もう本当にすげえ嬉しいと思う。マジで。でも立派になってるしさ、桃之助くんも頑張って言うこと言ってみたいなね。熱いんだけど、でもどうやって移動してきたのかなみたいな。シャンクス、ドサルルって話になって。で、そうすると、その時々の説崩れたらもうわかんねえじゃんってなるんだけど、俺そこ問題ないと思ってて、そもそもいろんなパターンを考えるべきだと思うんですよ。で、時々食ってないのであれば、じゃあどうやって移動したのっていうね、それも実は一つ俺の中で頭にあって、それさえあればまあ何事もなくいけんじゃねっていう考えがあるんですよ。それというのが時々っていうのが ね頂上戦争でのあの移動の時間の短さ、長い距離を短い時間で移動してきたっていう、それを解決する一番わかりやすい話、まあ言うのであれば思考停止論でもあるんだよね。時々あればいけるんじゃねっていう。確かに。それ、本当にそれ、それありゃいけんじゃねっていう話で、なんかある意味なんか考えることをやめてしまったみたいな感じの論でもあるんですよ。で、まあそれは一つとして、じゃあ深く考えていくのであればどうなのっていうと、例えば彼の船っていうのは、その竜のモチーフになってるわけですね。で、この竜のモチーフっていうのはちょくちょく出てくるようなもので、まあドラゴンさんにしてもそうだし、ドラゴンの船もまあ竜のモチーフついてるし、で、そもそもカイドウが思いっきし竜だったりとか、このワンピースの中で竜ってのは大事なんですよ。で、物に悪魔の実を食わせるっていう技術もあるわけで。んで、政府と繋がってるシャンクス。そうすると、シャンクスが何か物に悪魔の実を食わせたいっていう風になると、まあ、食わせられるよねっていう。だから政府と繋がってるから、ベガパンクと繋がってからのドーンみたいなね。いろいろあるよ。そのシャンクスが二人いるいないって話だったりとか。で、二人いるんだったら、何なのみたいなさ、兄弟みたいな。兄弟にしてもって感じやん。ちょっとそこ違和感あったりとか。じゃあ、逆に、もそも時々食ってるんだったら、タイムパラドックスからのみたいな話もあったりとか。俺的にはそのパシフィスタっていうのが一番わかりやすいんだけど、政府と関わってるのがパシフィスタみたいな。で、まあいう風に隠れて会っているっていうところを考えていくとどうなのかなみたいな。いろいろと考えられるんだけど、それはそれとして、まあ今回はあえてね、その一人のシャンクスがそういう風に一つの顔があって、海賊としての顔があって、政府と会ってるっていう顔もあるっていう風に仮定していくのであれば、まあ物に悪魔の実を食わせていくってことができるわけでございまして。で、彼の船のモチーフが竜になっているわけだから、じゃあもしもその悪魔の実っていうものを、まあ竜の実なり何なりをこう食わせているっていう風になってくると、まあ船自体が竜に変身します。で、それを元に飛んできますみたいな。だからスピード勝負はできるよね。その速い移動、船での移動としてはそんな速くは無理だけど、じゃあ飛んだらどうなのっていうさ、いろいろあるじゃん。船にしてもパドル船だったらもっと速くなるんじゃないのとかさ、いろんな話があるんですよ。だからその空を飛んできたっていう風になれば、それこそあれだよ、四季とかって空飛べるじゃん。空飛んで移動していくのであれば圧倒的に速いよねっていう話。だから同様にシャンクスもまあそういった形で、自分の船に悪魔の実を食わせていて、竜に化けますからの飛んできますみたいな流れだったら、俺相当面白いなっていう風に思うんだよね。で、今まで竜が登場する時っていうのは空が曇りになって、で、ちょっと特殊な雲がブワーってあったりするんだよね。で、これ前にも動画で話をしているんですけども、それ的な感じで頂上戦争にシャンクスが現れた時っていうのは、まあ、曇って竜が出てくる時みたいな雲になっているんですよ。だからそれで行くのであれば、どこからその竜がじゃあ頂上戦争に出てきたのって話になって、もしもそれがシャンクスの船でね、その手前までも竜に化けていて、それで
ーンってもう戻ってさ、普通の船に戻って現れたのであればめちゃくちゃ面白いじゃん。わかる？飛んできたのが戻ってズボーンってこう着水してみたいな感じで進んできたっていう風になるとめっちゃかっこいいよね。でそれまでが竜になってるからこそのまあちょっと曇ってるみたいな感じであればすごい面白いよね。もしもそうだとすれば、その新世界だよね、新世界の橋の方さ、この和の国のところから思い切り超ダッシュで頂上戦争に来ることもできるのではないのかっていう話になってくる。だからもしも時々がなかったとしても別に俺はそこら辺は何事もなくクリアなのかなと。でそうなってくるとシャンクスは悪魔の実を食っていないって話になるんですよ。後に食ったって可能性はあるよ。少なくともそのルフィ君を助けた時には食っていなかった。で後に食ったって可能性もある。何かをね、じゃあ何をって言ったら知らん。でなんならば食ってない方がかっこいいっていうのもわかる。もう思いっきり片手でスポーンって言って思いっきり吐き砲みたいなものをズボーンってこう飛ばしていくのはめちゃくちゃかっこいいよね。まあそういったイメージもできる。だからね、まあそこら辺は何とも言えないし、まあ考える必要もないと思う。要素もないからね、食ってる食ってないっていうのは。まああとは剣に食わせてるって可能性はまあ一つね、その船に食わせるんだったら剣に食わせるってこともできるよね。まあそれはまた別の話として、なんていうかまあもう妄想の息を出ないんだけど、ただ少なくとも時々の実っていうのを食ってる可能性もあれば食ってない可能性もある。もしも時様が生きているのだとすれば、シャンクスイコール時々の実説は消えます。消えた場合じゃあその移動はどうやってしてきたのって言ったら、その竜の話が今結構生きてくるのかななんていうふうに思います。皆さんはいかがでしょうか。この竜の流れはね、俺結構面白いなっていうふうに思っていて、まあもしもね来るのであればそこら辺の時間関連もクリアになるのかなと思います。皆さんのモデルをコメント欄に書いてくれたらなと思います。ちなみに今回の動画なんですけども、一つコメントもらったんでね、それに基づいてお話をしてるんですけども、それというのが、トキ様が飛んでいるのであればシャンクスの時々の未説はなくなるから、頂上戦争のシャンクスの謎は解けないかも。あ、でもシャンクス二人いるなら一人はカイドウ戦、もう一人は頂上戦争といけるのかっていうね。だから、トキ様のその身の可能性がね、一つはこの時々の身が消えてくるのであれば、シャンクスがどうなるのかっていう話で、こういう風に、まあ、実はもう一人いるっていう説が出てきて、実際に傷があるないっていうのがあるからね、シャンクス、我々が知ってるシャンクスは傷があるんだけども、まあ、政府の前にいたやつは傷がなかったっていうね。で、ミスじゃないからね、あれ多分。ジャンプからの、単行本からのアニメ、全部で傷なかったからね。普通だったらどこかで修正されます。3回もあってさ、全部修正されないなんてアホな話あります？ありえないです。でずっとネットでもそれは傷があるないってのも騒がれてることなんで、もうないです。傷はあれはもう本当にね 99.99999% 断言していいぐらいの話で、あの傷はないですっていう風になってくると、あれは一体何だったのか。もしもその最新のパシフィスタね、政府が作っている新しい、まあ、その兵器で、それが人造人間で四皇をベースとした、シャンクスをベースとしたものっていう風に、まあ、クマ的な感じでね、それをベースとしたものであるのであれば、まあそれのプロトタイプってことで、クマもそうだじゃないですか。まあプロトタイプっていう感じで、まあこっちのシャンクスが5つ、もう1体が5つみたいなんで、それがカイドウを止めてます。でこっちはこっちで普通に戦争を終わらせてみたっていうさ感じだったら面白いよね。で実際そのシャンクスがあっちの方にいるってのは、カイドウの方にいるってのは分かってるわけじゃないですか。でその存在ってのは誰もまだ見てないわけですよね。こっちの頂上戦争の方のシャンクスしか見てないわけだから、まあもしかしたらそっちが傷がないなんていう可能性もあるよね。でこっちは傷があるっていうさ、そういう風になってくると面白いよね。だから今回ね、このコメントをくれました。オスさん、ありがとうございます。改めてね。もしも二人いるのであれば、カイドウの方が、そのプロトタイプで、みたいなことを考えていくのであれば、それはそれだよね。はい。まあ、いろんな考え方ができる。なぜ二人いるのか。ね、まだ情報何も出てないし、二人いるのかもわかんないです。まあ、そういったところで、二人いるのだとすれば、そういったパシフィスタの可能性もあれば、はたまた兄弟なのか、ウルジなのかね、いろいろと考えられるところはございます。でも、謎はまだ残るよ。傷あるないっていうのがあるわけだからね。そこら辺は一体何なのかっていうところでございます。俺としてはやっぱパシフィスタ、それ的なものがやっぱもう誕生しているのではないのかっていうね、そこら辺を考えます。皆さんはいかがでしょうか。ぜひとも皆さんの思うところコメント欄に書いてください。僕としてはシャンクスはね、そういう風に船をまあその竜に変形させることができるのではないのか、もしも竜になれるのであればスピード問題は解決だと思います。改めて皆さんコメント欄に書いてくれたらなと思います。最後になります。グッドボタン、チャンネル登録ボタンよろしくお願いします。OK ですか。じゃんけんタイム行きましょう。最初はグー、インザザラ。シンプルでパーでした。また次回お会いしましょう。See you next time!